こんにちは。今日もね、お電話の方させてもらおうかと思います。吉川赳衆議院議員ですね。自民党を離党したと言ってもそうはいきません。吉川赳氏は40歳にして奥さんと娘さんがいらっしゃる。しかし18歳の未成年の女の子に4万円渡して酒を飲ましたげく高級ホテルでちょめちょめしちゃったというね。でその報道を受けて今こっそりこそこそ隠れているということなんですよ。これはね、世間から隠れても奥さんから逃れませんよ。ね。というところでね、ちょっとお電話をしたいと思いますけども、なんと今、吉川赳事務所、全面的に電話お問い合わせを受け付けていなくて、ホームページはメンテナンス中というね、何のメンテナンスするんでしょうね。こういったね、汚いことをしながら、のうのうとやってるところに、この私が御殿場事務所にまた電話をかけちゃいますけども、御殿場のね、係員の方もいい迷惑ですね。現場事務所も今日は音信不通ですかね。この時期に有権者とつながりを持たないなんと消極的な政党なんでしょうか。これダメですね。今日はありません。じゃあさよなら。